け、学校みたい。すごちょっとこっちからどんな感じかな。こっちかな。これが炊事場かな。炊事場があって。サイト？ここが何番？ここ6だね。ここが6か。ってことはもっと奥かな、俺のところは。お、ここ。ここだ。すごい。ここだ。ここですね。じゃあ荷物運ぼうかな。これ使おう。みんなの一輪車。じゃあこれ借りようかな。よいしょ。しくそう。疲れた。お昼食べよう。お昼。いただきます。バップテント。
するぞ。ピンクの。だな。節分やっと終わりました。森こんな感じで設営ができたんですけど、上かピンとしてないけど、まあいいか。中は結構広々、基地感もある感じかな。こんな感じです。じゃあ散歩に行こう。散歩。あ、これいいな。巻き割りにするか。これ、ここ見てと。よし、いいね。よし。この6番、ちなみにひろしさんがぼっちキャンプで使ったところですね。僕はこの奥の7番にいます。水芝のこれさっき使ったけど、手で持ってた方が楽だったような気がするな、ね、水芝になって。ここも結構趣があるかな。水も綺麗だな。こっちは開拓してんのかな、行けんのかな。木がいいな。迷いそうだな。トイレか。
寂しい、ね、ここがここです。7って東もあるみたいなので、ちょっと東側も散歩しようかな。ウサギちゃんがいる。ウサギちゃん。マジかわいい。こんな感じです。マジかわ。かわいいじゃん。すげえパワー。ボキッとしてる。見ると溶岩じゃない、これ。溶岩も落ちてる。噴火したのかな、昔。だから溶岩があるのかな。なんか、あ、すごい広場がある。溶岩いっぱい。うわ、広場だ。広。へえ、すごいな、ここ。あ、すごい。これはなんだ。ただ置いてあるのかな。すげえな。うわ、広い。すげえなあ。なんかすごい、この木は折れちゃってる。あ、ちょちょ、森みたい。あ、こういうところで咲い、ここって晴れんのかな、テント。ここいいね。ここで張りたかったかもしれないな。でもあそこのサイトも武骨な感じでいいからな。てか、あの木すごいな、綺麗。もう咲いとるんだな。しょ。ああ。かっこいい。じゃあ、you
ただきます。蚊取り線香ホルダーを作りました。こんな感じかな。おしゃれなのを着てるんだけど、なんかこういう真っ黒で無骨な感じのやつがなかなかなくて、100均でこういうの買ってきて黒く塗装しました。じゃあちょっとこの強力な最強の蚊取り線香をちょっと入れたいと思います。蓋はしっかりと閉めずに、ちょっとこんな感じで斜めにした方がかっこいいかもしれない。こんな感じね。もう一個、完璧。